フレキシブルホース、そしてベローズ製造のパイオニア。熟練した職人たちの高度技術で日本から世界のインフラを支える。南国フレキ工業では年間40万本ものフレキシブルホースベローズの生産を行っている。今回紹介するのは、さまざまな種類があるベローズの中でも最も高い山を持つベローズ。なんと山の高さは60ミリ。一般的なベローズと比較するとその高さは実に3倍。そして山が高いことで得られる大きなメリットがある。それは長さが短いにもかかわらず伸縮性がとても高いということ。地震の多いインドネシアのビルでは、地震対策としてビルとビルとの間の冷却水配管にフレキシブルジョイントを導入。また原子力発電所内では雨水処理配管部分に導入。温度変化や圧力上昇によって膨張・収縮を繰り返す配管部分で高い伸縮率を誇るこのベローズが大きな役割を果たす。そんなベローズの製造を担っているのがこちらの機械。水の力を利用した液圧成形機。まずは厚さ 1.2 ミリのステンレス板を直径30センチの筒状に成形していく。そして職人技が必要不可欠となるのが溶接。液圧成形機では非常に強い水圧がかかるため、溶接棒で丁寧につなぎ合わせて強度を高めることが重要となる。ここでの失敗は完成後の配管漏れに直結する。さらにそこから手作業で真円の筒になるように仕上げていく。そしていよいよ液圧成形。ステンレス管をセットし、スイッチオン。空気が抜かれた満水状態のステンレス管の中に勢いよく水が噴き出すことで蛇腹部分を成形。水ならではの特性を生かした非常にきれいな形状で均一の厚さに仕上がる。自社一貫性の強みを生かしたものづくり。世界のインフラを支えるのは日本の職人たちの手。南国フレキ工業。